そうだ、池麦わら。ずいぶん肩を持つのね。ああ、麦わらも候補の一人だ。何の話？ステューシー、君も知ってるだろう。最悪の世代よ。死の外科医トラファルガーロー、魔術師バジル・ホーキンス、赤旗ディエス・ドレーク、海鳴りスクラッチメン・アプー、カポネ・ギャング・ベッジ、オーグライ・ジュエリー・ボニー、海藻・ウルージ、ユースタス・キャプテン・キッド、殺戮武人・キラー、黒ひげ・マーシャル・ディ・ティーチ、そして麦わら・モンキー・ディ・ルフィ。私はこう思ってる。近々この最悪の世代と呼ばれる者たちの中から海賊王が誕生すると。